めちゃくちゃ温まった。はい、皆さんこんにちは、タートルです。年々代謝が下がって痩せにくい気がする、寒さに弱くなってる気がする、そういった方も多いと思います。冬の方が代謝が上がって痩せやすいって言われてるんですが、これ実は若い時だけなんです。若い時って寒さに強かったですよね。この褐色脂肪細胞っていう背中にある細胞がどんどん低下して、寒がりで代謝が下がってしまうんです。今回は座って背中を動かすだけです。それだけで寒がりじゃなくなったり、汗かきにくい人が汗かきになったり、姿勢が良くなったり、二の腕やお腹がスッキリしますんで、男性も女性も一緒にやってください。今日も一歩前進しましょう。まずは腕を片方ずつ後ろに振ります。後ろにいる相手に肘をボーンとぶつける感じ。ちょっと肩とかゴリゴリ言うかもしれませんが、動かしていけば良くなります。動かすスピードはね、マイペースでいいです。後ろに肘を突き出す感じ。 OK、 今度は前に肘を出す感じ。簡単ですから頑張りましょう。前に出して肩甲骨をね、前に伸ばしましょう。片方ずつするメリットは、簡単っていうのと、あとは肩がだるくなりにくい。両手同時にやるメニューが多いと思いますが、片手の方がね、実は楽なんです。 OK、 今度は肘をね、上に上げる。こういう感じ。手をね、遠くに持っていく感じ。肘をね、高く上げて、脇腹、背中をね、伸ばしていきましょう。スマホ見ながらの人はね、下向いてやっててもいいです。中回り、肩回りをしっかり動かしましょう。OK、 次はね、横、肘をね、横に上げる感じ。脇開く感じです。これでね、僧帽筋なんかがね、動いてるんで、肩こり解消とかにもね、すごいいいです。ペースは任せます。ちょっと首の方が疲れるかもしれない。 OK、 次はね、一旦首をね、回しましょう。右左、首や肩が凝るとね、頭痛が起きたりね、体全身がね、だるく感じるんで、しっかりね、肩首動かしましょう。目つむってやってもいいです。OK、 今度は手を前に伸ばして横に開いていきましょう。閉じるよりは広げる方をね、意識してください。あんま猫背にならないように胸をね、張って。肩ダメよって人は手低めでもいいです。後ろに広げるだけを意識して。
ー、だいぶ肩疲れてきたな、これ。オッケー。よっしゃ、ラスト。ラスト、体のね、力をブラブラと抜いて2セットしましょう。上半身をね、楽に揺らす感じ。結構運動ってやったぞっていう感じで終わるとね、意外と疲労感残ってるんで、それがストレスでね、継続できなくなったりするんですよ。なので終わった後にクールダウンをちゃんと入れてから行うと、体がね、やる前みたいにリセットして終われるんで、クールダウンもね、絶対必要。 OK、お疲れ様でした。今回ね、もう背中周りがすごいあったかくなってると思います。これは代謝が上がってる証拠なんで、体が冷えやすい時、朝起きて縮こまってる時と、猫背になってる時に気づいた時とかにね、こういう動画をやってみてください。頑張ってやった方、グッドボタンやコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。